買いすぎた。もう動画で使いたいなって思ったものとか服とかコスメとかなんかちょっと買いだめしとこうかなと思って、日々届いているのは分かっていたんですけど、受け取ってぽい、受け取ってぽいで、ずっと開けないまんま溜まってます。というわけで今日はこの溜まった配送品たちを一気に開けていきたいと思います。もう正直何が入ってるのか把握しきれてない。このゾゾタウンはね、多分服なんですよね。当たり前か。ゾゾタウンから開けていきましょうか。えい、肩身が狭い。あ、やっぱり3日くらい前に注文した服が届いてました。あ、なんか靴下が思った以上に長い。とビッグロンティー、こういうちょっと原宿系というか、最近では歌舞伎町もこういうのを着てる子が多いような気がします。あとこのショルダーバッグ可愛いなと思って買いました。えい、可愛い。お財布入れて携帯入れて、ちょっとコスメぐらいは入りそう。どうかな、ちょっと着てみようかな。このシアー系の靴下絶対爪に引っかかって1回でダメにしちゃうんですけど、なんか上手い履き方ないのかな。絶対どっかで引っ掛けちゃう。これにこのプラダの靴を履くわけですよ。こんな感じ、いいんじゃない？これで帽子とか被ったら可愛いと思う。下、ちゃんと履いてます。可愛いと思います。これ配送にならないかな？あ、なるなるなる。あ、これ伸ばしすぎだったかもしれない。あ、こっちの方が細く見える。こっちの方が好きです。ふらっと家の近くの居酒屋行くときとか良さそう。可愛い。あ、私の座る場所がなくなってる。これはね、ヤクルトです。あの、ヤクルト1000を定期購読みたいなしてるので、定期購入か。ヤクルト1000、よく効き目はわかんないけど、なんか美味しいから、継続してます。このちっちゃい箱系は、あ、システマ。歯茎がすぐ腫れちゃうっていう話をしたら、市販のものだとこれが結構おすすめですって言って、個人的に教えてもらったやつです。システマ、SPT、メディカルガーグル、希釈タイプ。ぐちぐちするやつ。そう、もう歯茎が腫れちゃうのね。もう歯ぎしりのせいなのか歯磨きが下手なのかわかんないんだけど、めっちゃいろんなもの使ってやってんのにな。やっぱ裏側矯正難しいですね。でももうちょっとで終わり見えてきたの。あと上の歯一本動かして、で下の歯を今下がりすぎちゃってるのを前に戻してもらってるから、それが終わったら終わりみたい。あとメイク用品が届きました。イエーイ！一つ一つ紹介していきますね。これ、純欲メイクって皆さんご存知です。最近流行ってるやつ。ピンクで、ラメラメツヤツヤみたいな感じのやつで、それの動画を撮ろうと思ってね、よく最近皆さんが使ってる、ドリーウィンクのつけまつげを買いました。こっちが犬タイプで、猫タイプ。こっちはなんか、目尻が、濃いキュッと上がってるタイプで、こっちがまん丸に、多分中央の方が長いのかな。そんな感じの2品です。これ使うのめっちゃ楽しみにしてた。あと眉毛パウダー、これも純欲メイクに使おうと思ってて、あの私が持ってるアイブロウが全部茶色系かピンクブラウンとかばっかりなんですけど、やっぱちょっと純欲メイクっぽく近づけるのにグレーの方がいいんじゃないかなって思ってこっちを買いました。セザンヌパウダリーアイブロウ P3チャコールグレーです。あとはそれに合わせてちょっとオリーブっぽい感じのアイブロウカラー、ケイトの 3D アイブロウカラーと、これがシャネルの、シャネル買ったか私。なんだべこれは。あ、ルージュココグロス726万買いました。やっぱ最後にチュルン感出したいっていうので、こんな感じのうるんとしてる薄ピンクのグロスを買いました。最近結構私はね、こうチュルン系のをつけてもマスクにつくのが嫌でティッシュオフしちゃうことが多いんですけど、純欲メイクだったらやっぱプルンとさせた方がいいのかなと思って、こんな感じ。まあ色はほぼほぼないですけど、若干白っぽいっていうかクリーミーな感じが出るかなと思います。じゃあこれは純廉価じゃない純欲メイクに取っておきます。そしたら次こっちの包みを、あ、待って、先にちょっとヤクルト1000飲んどこう。今日の美味しいのよこれが。ぬるい。そしてこのヤマト運輸から届いた簡易包装のやつ。もう私商品は壊れて欲しくはないんだけど、別にそんな厳重じゃないよっていうものに関してはこういうので送ってほしい。
ダンボールってめっちゃ捨てるの大変じゃない？何これ。待って、びっくりした。これバズからだな。プロタンさんのプロデュース、簡単にほぐれる筋膜リリースローラーが届きました。ありがとうございます、プロタンさん。でも普通に嬉しいんだけど、これ、入ってんだ。これの中に。おー、ボツボツのゴツゴツが。プロタンってちゃんと入ってます。かわいい。ありがとうございます。足裏にやってみるべ。あ、気持ちいい。こうやってやったら首にもできる。あ、ゴリゴリやってる。うん、赤。次、この薄いやつ。なんだろう。もう動画に使うものとかさ、いろんなショッピングサイトでネット注文しちゃうから、もうどれがどれだか全くわかんないのよ。あ、腰紐。これ今年ね、ちょっと私夏祭り行ける機会なかったんですけど、なんか気持ちだけでも浴衣着ようと思って、着付け用の紐を買いました。腰紐のさ、畳み方わかる？めっちゃ可愛いんだよ。真ん中で折るじゃん。したら、ここね、こうやって五角形になるように、こうやって持って、こうやって五角形を、あれすごい下手だな。あれこうじゃなかったっけ？あれこっちだっけ？あ、そうそうそう、こんな感じ、こんな感じ。なんか何も考えてなかったらできた。なんかとにかく最初五角形の状態で持って、それにこの等辺だけ意識しながら、こうやってやってって、で最後、これどっかにギュッて入れとくんですよ。で、これで保存しておけば、次、着付けしたいってなった時に、こうやって半分のところを引き出して、パーってやれば、ここ半分だってわかるじゃないですか。そしたら腰紐をこうやって後ろから通すとき真ん中が分かりやすいっていう、そういう豆知識。全然忘れてたけど。はい、じゃあ次がね、来ました。浴衣が。なんかセットみたいなやつで買いました。このちょっとおとなしめなピンクと茶色の組み合わせが可愛いなって思って買いました。で、あと着付けセットを別で買ったんですけど、私の場合は腰紐が何本かある方が着付けがしやすいので別で買いました。で、あとこれがランダムでついてくる。ゲタ。帯の色と合ってていいね。かわいい。ピンクのこのかわいらしさを引き立ててくれてる感じですね。で、この小さいやつは、あ、歯ブラシ。これが奇跡の歯ブラシっていうやつでもうずっとリピ買いしてるんですけど、マジこれおすすめ。食べかすとかが結構取れる。と言っても私が歯茎腫れちゃってるからもしかしたら、信憑性ないかもしれないけど。なんかこういう風に、二重構造になってるの。ちょっと長い毛と普通の毛があって、こう磨き残しがないように隙間とかにも入るようにっていう風にしてくれてる歯ブラシです。これめっちゃ気持ちいいから痛くもないし。だからね、ずっと使ってる。これリピ4回目くらいかな、多分。これもね、純欲メイクで使おうと思ってたカラコンです。モラークのピアコンタクトアクアミラーグレーという色を買いました。やっぱグレーのイメージ強いんだよな、ああいうメイクって。あんまし普段カラコンもしなければ、グレーっぽいカラコンとかって、本当にテーマのあるメイクでしかやらないんですけど、ちょっと最近はね、完成度を上げようと思って、やっぱカラコンで印象変わるからね、こういうのも集めてみたりとかしてます。ごめんなさい。こちらが、あ、箱で届いた。これリッツだっけ？リンドールだった。え、リッツじゃない？これよくデパートで量り売りとかしてる美味しい美味しいチョコ屋さんなんですけど、これのキャラメルがめちゃめちゃ好きでね、私たまに買ってるんですよ。これがソルティッドキャラメル、本当に美味しい。ただこれ本当に大きいので喉に詰まらせないようにね。満足感がすごいの。あ、あと私今日目頭切開ラインしてるの。いただきます。今日一日でなくなるこれ。じゃあ次。エチュード。プレイトンアイパレットカシミアボーブ。これも純欲メイクで使おうと思ってたパレットですね。ちょっと大人っぽいピンク。甘すぎもせず、大人な感じのメイクになるんじゃないかなと思ってやってみました。ピンクですごいピンク、ピンクってやっちゃうと、私の顔が童顔系じゃないんでね、多分おかしなことになるかなと思って、いろんなサイトとかも見た結果、これが一番いいんじゃないかっていうことになって、
これを買いました。やっぱエチュード可愛い。このピンクめっちゃ活躍してくれそう。まあ今から止まらん妄想が。そしてですね、これ大きいやつなんですけど、リファじゃないかな。あ、リファだ。リファのヘッドスパを買ってたんですよ。これ結構ね、高かったんだけど、メイクさんに使わせていただいて、本当に良かったので買っちゃったんですけど、仕事の都合状況、エクステをつけちゃって、堪能できないタイミング。いくよ。じゃんじゃじゃーん。はい。おー、高級感。こうやってやんのよ。こうやってグワン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 って、まるで人の手のね、よう、まるで手のマッサージ、グワングワン動いて、こうキューってちゃんと絞ってくれたりとかするので、これはマジで早くやりたい。しかもこれなんかお風呂で使えるとか言ってた気がする。お風呂に浸かりながら私やってますって、メイドさん、メイドさんじゃないメイクさんが言ってた気がします。で、別で買ったのがリファのブラシ。わからん、今アイロンしたばっかだから。すごく可愛い。これなんかピンクゴールドみたいな色だったんですけど、本当はマゴールドが欲しかったんですけど、ちょっと人気すぎて品切れだったのでこっちにしました。でもこっちでもすごい好き。まあ、なんかこうやって開封してると、何年前だっけな、オフ会やった後のプレゼント開封を思い出すな。みんな元気にしてるかな。リプとか DM とかではちょいちょい話させてもらってるけど、やっぱ現物見ないとね。まあ、いつかできる時になったら会いに来てください。そして次がですね、あ、これお取り寄せスイーツですね。ちょっとまだ開けられないんですけど、なんか羊羹めっちゃ美味しそうだったの。これが、これ羊羹後でいただきます。あ、恋しいな、オフ会。みんながさ、色紙作ってきてくれたりとかさ、歴史っていうかアルバム作ってきてくれたりとか、未だに飾ってあったりするから、それ見るたびに会いたいなって思ってます。そしてこちらが、あ、これもおやつお引き取り、お引き取りグルメ、なんだっけ、取り寄せグルメみたいな、好きなんですよね、お引き取り寄せスイーツみたいな。普段私お菓子あんまり食べなくて、まあ、スナック菓子とかポチポチ食べる時もあるけど、月に1回とか2回とかしか食べないのね。でもその代わりめっちゃこういうお取り寄せスイーツみたいのするの。だから届いたら嬉しいと、これもう多分お取り寄せスイーツちょいちょいちょい、お取り寄せしすぎでは。これは何？なんか琥珀糖とかかもしんない。そうだね、これ琥珀糖だわ。ちょっとこれらは後でいただきたいと思います。でもお取り寄せスイーツはまあいかんせん高いね。そりゃさ、すごいこだわって作ってらっしゃるからさ、高くなるのは当然なことだし、まあ、大体こういうのって和菓子だったりするからさ、一つ一つ手間暇かけて作ってくださるっていうのを分かってるからこそのこの価値なんだけど、こればっか食ってたら破産するね。あとこちら、純恋愛メイク、純欲メイクだ、純欲メイクで使おうと思ってたやつの続きが来ました。ケイトリップティント、カラーセンサーリップティント N。 これ確かあの塗ってで、その人によって色が変わるみたいな感じのやつで、でマットだからさっき買ったシャネルのやつでプルミを足せばいいかなと思って、でまあ純欲メイクって結構ジュワッとした感じの方がいいのかなって思ったので、肌なじみのいい色になりそうな、この人によって色が変わるってやつにしました。あとはロージーローザのブラシ。もうロージーローザのブラシはもうクオリティ高すぎて、もう何回も買ってます。洗っては使い、洗っては使い、ダメになったら買い直しって感じで、もう手放せない。ロージーローザなくなったら本当にマジで泣いちゃうぐらいめっちゃ愛用してます。うめえ。そうしたらこちらの中くらいの箱、なんだ、なくなったけど、琥珀糖でした。こういうのちまちま食べるのがいいんだよ。友達と来た時もちょっと物足りねえなぐらいの量がいいのよ。お紅茶入れて一緒にお茶会するのよ。そしてこれが最後かな。はい、服だ。え、すごい可愛い。なんだなんだ、あ、わかった、へこ帯だ。あのさっきの浴衣とアレンジなんだけど、さっきの浴衣にこうやって帯合わせるじゃん。いや、わからん。いろんな流派があるから、これはちょっと浴衣の 着方としては違うっていう人もいるかもしれないけど、結構私が好きで挑戦してみたいなって思ってたのが、この茶色の半幅帯の上に、ちょっとこう、へこ帯を、若干こう、被せて、後ろで、ワシャワシャワシャって縛るんですよ。で、下では普通に、この帯を縛る。
でちょっとなんかこう盛り上がってるように見えるみたいな。着物とかでも最近はブーツを合わせたりとかアレンジをするっていう人が増えてるので、そんな感じの自分なりの第一歩としてちょっと買ってみたっていう感じです。そう考えたら帯留めがないな。帯留めも買います、これから。買い忘れちゃったかも。はい、というわけで家に届いていたけど開けるのためらっていたものたち全て開封してみました。動画にしたら楽しかった。皆様のおかげです。ありがとうございます。今紹介したものたちこれからの動画で使っていくと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。あと最近ショート動画でオタクあるあるの動画をよく上げてるので、そちらも見てくれたらすごくすごく嬉しいです。バイバーイ。